チンゲとお腹のところがめちゃくちゃ痒い。 YouTube もカップルチャンネルやる。ゼロワン来たと逃げた。誰どこにいる。ちょっと詰めて。あもうガンガンやっていいよ。うん、もうガンガン詰めていいよ。うん、俺酒飲むとね体痒くなっちゃってさ、今めちゃくちゃ痒い。ちょっと汚い話していい。もう汗もがすごくて全身、チンゲとお腹のところがもうすごい汗もになってる。うん、だからベイビーパウダーいるね。でも俺もお酒好きなんだけど長時間飲めない。昨日マユに聞いたらカラオケ配信で生ビール7杯飲んだらしいよ。やばくない？本当どんだけ酒好きなの。7杯飲める？ビール7杯だよ。俺でも調子いい時は4杯ぐらい。酒豪だよ。で酒飲むとエロくなるんだよ。俺はね、酒癖悪いの治ってさ、タクシー事件とかいろいろよくキャスバーで殴られたりしてたんだよ。でもダメじゃん。だから酒癖治ったね。うん、だからもう昔は飯食わず酒ばっか飲んでたんだけど、今はご飯食べるようにしてる。そしたらね、悪酔いしないんだ。酒だけ飲まないでしょ。酒だけずっと飲むと悪酔いしちゃうんだよ。今悪酔いしないようにご飯食べてで酒飲むようにして、反省してるんだよ。だから俺変わらないって言うけど変わるんだよ。昔見たらわかるよ。今は女癖を直そうとしてる。多分今回で浮気癖が治ると思う。うん、うん、仲直りでき2時間謝ってずっと2時間経つまで無理って言われた。でも諦めずに謝り続けた。そしたら許してくれた。2時間粘ってくれた。で昨日一回電話切られた時にエマちゃんにコメントしたんだけど、それも気持ち悪いって言われたから、もうスペシャルエマちゃんに二度とコメントしない。うん、女芸は、いやもう女は眉としか絡まない。うん、あと他の女と絡むときは眉と一緒にする。そうしないとやっぱ問題起こしちゃうから。電話ぐらいはいいんじゃない？配信中はね。配信外に電話してたらダメですよ。必要なことならいいけど、寂しいとかそういうのは絶対アウトで、浮気だよ。うん、あ、ナイスお願いします。あ、ドーン、ありがとう。復縁したけど怒る？ありがとうね。考え方変わってきてる。
もう親変わる。これすごいブツブツなんだけど見えない？もう腕が全部ブツブツ出ちゃってんだけど、痒くて痒くて仕方ないんだけど、ジンマシン、ちょっと薬局行かないとダメだね。体が悲鳴上げてる。ひどいわ、これ見せれないけど。あれ、いや酒だと思う。お酒飲むとダメなんだ。おへそのゴミは溜まってない。価格？なんか充電器が抜けてた。あのさ、マミさ、マユちゃん目覚ましてってさ、別れさした瞬間本当に別れたと思ったら俺応援しだす、その癖直して、気持ち悪いから本当やめて。それ俺のこと好きなの分かるけど、そういう応援の仕方やめて。お前気持ち悪いよそれ。嫌い嫌いってたって彼女いない時応援しだすじゃんお前いつも。うるせえんだよそういうの、キモいからやめて。ほんといるんだよこういうリスナーが多いんだよ。うちどう思う？あのケイって子もこのマミって子も一緒なんだよ。もう別れさせよう別れさせようでそこに全力を注ぐんだよ。あ、構うからほっとけばいい。本当にね、嫌がらせしてくるんだって。あの、もし眉が俺にひどいことしたら叩いて、ひどいことしてなかったら叩かないで。俺がひどいこと、俺にひどいことして俺がずっと傷ついてたら叩いて、守って。俺は大丈夫だから。まゆまゆ言うのやめるわ。もう、ナイスも昨日頑張りたかったやる気なくなったらしいよ、配信を落とされて。うん、配信落とされてやる気がちょっとなくなっちゃったらしい。でもこれだけ言えるのが、カップルで2位っていうのはこれフワッチ史上初めてなんだよ。今までいた？カップルで両方ナイス2位って。これ1位じゃないからあれかもしれないけど、カップルで両方がナイスで2位になるって
今までふわっちでいない、誰も。ふわっち史上初めての快挙なんだよ。これ地味なようですごいんだよ。カップルで両方が結果を残すってできないサイトなんだよ。誰もしてないでしょ、そんなの、うん、本当すごいんだよ。だから俺はまあ3年やってるからね、あれだけど、まあ眉がすごいんじゃない、配信歴3週間でね。うん、眉がまあすごいんだ。いや俺の恩恵を、俺の恩恵があったとしても、あのそこで結果残すかっていうのは本人次第の 実力じゃん。俺はきっかけにしか過ぎないから、そのきっかけをものにして実力を残すってすごいことなんだよ、うん、俺はね、いろんな人とコラボしたりとか、いろいろね配信始めたりとかさしたけど、今までで一番すごいね。ちょっと群を抜いてるかもしれない、うん、だから俺が売名してもらう、そのうち。眉がもっと大きくなってリスナーいっぱい増やして売名してもらう。バカにしたっていうか、俺はリスナー振り回しちゃうけど、いいじゃん、それはそれ。ダメなの、リスナーいなくなって困るの俺だし。でも俺はまっすぐにやってるから、分かってくれる人は分かってくれるんだよ、うん、お前500ナイスしかないって俺のことバカにしてるけど、今2位だからね、うん、1位じゃないとダメみたいな、やめてそれ。じゃあ俺ナイス他に頑張ってて俺より下の人ってどうなの、それプププって俺がバカにしてんだよお前のこと。プププじゃねえよお前、俺がバカにしてんだよお前のこと。俺2位でそれ以下の人ってどうなの、じゃあ。答えろよお前、まだ逃げるのか、また逃げるの？ほんと逃げるよな。たぬき枠でしか生きがれないの？なあ。で、偽アカブロックするよ、お前。ゴミ。人の女のサムネ勝手に使うな、ゴミ。気色悪いんだよ。で、騙されないですぐ。ID 確認して。ID名古屋着いたら養父の家に協定行こうかなと思ったけどやめといた、うん、一緒にモーニング協定やろうかなと思ったけどやめとくわ。チクチク俺のこと言うから。いや、いつもバカにしてくるからね、友達じゃねえよ。養分の相棒やめるわ、うん、もう運転手やめるから、分かった、うん。でそういうのキモいから、恋人じゃないし、うん、俺はあの眉と結婚